お疲れちゃんです。ラットです。だけで、今回もクラッシュライルやっていくんですけど、今日はね、こちらのスキルフリーズを使っていきたいなと思います。で、これ、やばくないですか？まあ、なんかもう何がやばいって、まず、スキルフリーズの時点でちょっとやばい感が出るじゃないですか。これ僕の謎理論なんですけど、スキラポイズンだったらちょっとなんか、まあ普通だよねって感じなんですけど、フリーズになるだけで、うわーって、ちょっとなるじゃないですか。まあ僕フリーズ好きなんでね。で、なんとホバリングですね。これ。こいつですよ、こいつ。なんか、こいつによって、このデッキはね、おかしなデッキみたいになってるんですけど、今までスケルトンラッシュにマジアチャとか、まあダクネがね、合わさったデッキは僕何回か紹介したことがあるんですけど、ホバリングプラスのスケルトンラッシュはね、初めてですね。はい、もう今までね、ない、初のね、スケラーフリーズホバリングというわけでやっていきたいと思います。で、あとはインドラコウモリでザップ打たせつつ、そしたらスケラーが生え刺さるし、スケも生きてくるよって。まあ、スケコウモリインドで、ザップ枯渇ですね。で、相手がボーポイとか使いたいですけど、ホバリングにもね、ポイズンとか打ちたいみたいな感じだと思いますね。というわけで、まあ、とりあえずやっていきますね。ふぅー。で、今までボーラーが入っていると、基本的にアイスイズが入っていて、トルネードがね、入っていたのが基本的な形だったんですけども、今回はですね、なんとアイスイズがバイバイしちゃいましたね。はい、あの人はもう、お疲れ様でした。引退という形でアイスイズはいなくなりまして、まあ、その分、さらにトルネードもね、通電いなくなりましたね。あー、これ。裏マジアチャー悩ますね。裏マジアチャーワンチャンこの辺行きますかね。来い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 よ来いよ来いよ。これも速攻溶かしちゃいたいですね。あー、エレキ歩いちゃった。あ、エレキ歩いちゃった。あー、なんでなんでなんで。まあ、あれこれでも。これは、さては、スケルトンラッシャーマンですね。で、このホバリングですよ。ホバリング無双しまーす。ぽーぽい。はい、ホバリングがずっと刺さりまーす。いや、いいですね。このホバがね、いい味出してますね。しかも、僕、ボーラーもですし、ホバリングも大好きなんですよね。で、たまたま僕が大好きなカードが詰め込まれたデッキになってます。あ、待って。ミスった、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 ミスった。下手、下手、下手、下手。逆再工場絶対来るだろうなって、刺したんですけど、スケが下手でしたね。まあ、ですが、ここ、ユーノとかかな？なんだろう。ユーノの突進使いつつ来そうですね。はい。なので、ここもね、溶かしちゃいますね。僕ぐらいになると。僕ぐらいになると溶かしちゃって、あー、ザップ使いましたね。まあ、ザップ使ったということはですよ。まあ、ザップ使ったけど、みたいな感じですが、ここの、スキラ打ちつつの追加コウモリが正直うざいと思うんですけど、僕としては。で、ペッカ来るかな？エレキも来るかな？ぶっちゃけ。ボーポイ？あ、ボーポイしてこないですね。おい。これ一回守りましょうか。で、エレキ。エレキワンチャン回ってないのかな？からの、いや、ちょっとむずいですね。非常に、非常に難しい。で、待って、相手のあのエレキやりたいですね。これタルババとホバで、あ、うまい！これ見て、エレキを固めちゃって、ね、タルババで処理します。これいい、いい防衛ですよ。今の皆さん真似してくださいね。はい。っていう感じで。あとは、これ、ハシマイペッカとか来るぐらいですかね。僕が非常に怖いのは。非常に怖いのはハシマイペッカぐらいで、まあ、あとはもうどうでもいいっすね。転がって、転がって、転がって、やべ、これシャシャった、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 僕すぐシャシャるんで、あ、待って、なんかいい感じになってる、ラッキー、来た、なんかね、ユニットが硬いんですよ、待って、今日の動画めっちゃ適当じゃねって言われるかも、別に適当じゃないですからね、なんか、聞いてください、さっき、マジで、いいですよ、今日練習がというか、みんなで集まってね、こうやっぱクララやってるんですけど、あって、夜10時半、んとか10時ぐらいに帰ったんですよ、で、帰って、すぐマルチ始めて気づいたら5時間ぐらいマルチしてましたね。ちなみにトロフィーはプラマイゼロぐらいですけど、なんか謎にちょっと今モチベあって、危ない危ない危ない、よいしょ、なんか来ますね。エレキピッで、これは危ねえ、ちょっと負けたかと思いましたよって最近よく言ってますね。ゼノのね、中田あっちゃんさんが負けたかと思いましたよ。まるまるさー、みたいな、ちょっとね。
かっこいい感じで言ってたんで、若干ハマってないこともない否めんすね。よろしくという感じで、まあ、スケコウムリがあるんで若干回転が速いとか、なんか微調整が効くのがねでかいと思いますね。ラバルーンって書いてますよこの人。本当か。なんか今までのスケルターシュ一個一個がやっぱ重たいんですけども、特にねスケラフリーズとかってなってくると、こうなんかスケコウモリのこう高回転目のスケラフリーズっていうのはちょっとねまた新しいのじゃないかなと思いますが、基本的に自分から避けたくないですね。スケコウモリは避きます。で裂いて ここまで見ると超高回転な敵見ますよね。まあ暇なんでね、2コス裂いて、あ重いな。うん、でこれにはホバですね。ベビードラ、本当にラブルか君、嘘ついてるなこの人。さてはで、まだ相手のユニットが分かんないのでスケラフリーズ打つのはちょっと怖いですね。うん、絶対違うね君名前にラバルーンって入れるのにラバル使わないってやばいよね。解明しちゃいなよ。ふうふうふう、あーこれ入っちゃいますね、入っちゃいますね。うん、なんで怒ってんだよ、俺が怒りたいよね。うーん、そうそうそう、ザップ、あーおーい、オーシャンティー、オシャンティングオペレーション、うん、なんかいやらしい言葉になったかも。うん、よいしょ、これちょっとあれっすね、ホバリング残したいのでいい感じね。ボーラー、ボーラー、お前肉壁よぼ、お前てて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 てごめんなボーラー、そんなつもりじゃなかったんだろう。ダクネベビーダクプリ、お前普通のゴレやないか、ガッチガチのテンプレやないか、ゴリゴリやで。お前なんで、なんで名前ラバルーンにした、そこまでして騙したかったんかな、マジで。なんかね、本当になんかそうなのってなっちゃいますよね。あーこれはちょっと危ないですね、いろいろと。うん、まあ、ここは多分相手は別にゴレにはつなげれないと思うので一回様子見つつ、もう一回スケラが回りますね僕は。なんでも11にしちゃってもいいかもっすね、ぶっちゃけ、ぶっちゃけね、ぶっちゃけ11にしちゃって、11にしてロケットライトボーイがされると地獄。うぅ、おかげいい、全部残ってる、全部残ってる。オッケーオッケー。で、11にして、こっからですね、僕としては。はいはいはい。11にしたものの、3半1になっちゃうかもしれないですかね、僕の。これ、まあ、ここは防衛技術がね、試されるところではありますよね、ぶっちゃけ。うん。防衛、なんか、でもホバリングで、ホバリングで耐えれそう。待って、待って待って、いていていて、コウモリがね、コウモリってマジで悪いんだよ。あ、待って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 、危ない、耐える。耐えたらワンパンします。僕ワンパンします、皆さん。皆さん、僕は宣言します。あ、ワンパンします、相手の方は。いきます。一回耐える。で、相手ライトニングまだ回んないんでね。もうね、あー、相手絶対勝ったと思ってる。僕はね、許さない。そういう人許さない、僕は。もうね、僕勝ちます。で、まだ回ってない。僕が待ち、勝てない。ラバルーン。ラバルーン、どこ行ったと見せかけての飛来神。今度かい。俺の飛来神が、俺の飛来神が、耐えてくれ。あー、遊ばれてるよ。これね、あるあるね。遊ばれてるのか、飛来神よけ。まあちょっとね、相手のラバルーンにね、やられましたね。ラバルーンだと思って立ち回っちゃったみたいなこと言っときますが、シンプルに負けましたね。でもこれはね、多分勝ってって、勝たないといけないですね。なんか、フリーズ、相手トルネライトだけだったんですよね、スペルが。なんで、そう、スケラーの受けが絶対きついんですよね。なんで、まあぶっちゃけ2-1で勝たないといけない場面でありましたね。途中、コウモリかな、入りすぎてましたね。ホバーをタワー後ろに出してたのを、タワー横、あの、右端っこに出していけば、なんとかなったんじゃないかなと思います。というわけで、まあ、やっていきましょうか。ふぅ、2罰ついちゃいましたね。これ3罰つかないように、耐えたいですね。ここ耐えたいですね。ちょっとマッチング長いんで、最近のアニメ話でもしましょうか。最近はね、僕、弱虫ペダルをめっちゃくちゃ読んでます。読んでる。見てます。ネットフリックスで。はい、なんでこうやってクララは僕ベッドでやってる時にも、あのベッドにパソコン置いて、そのパソコンでネットリックスでアニメずっと見ながらね、マルチやってるんですけど、僕あれなんですよ、一つのことを
専念できないんですよ。と言いますと、こうなんかクララワだけするっていうのがね、僕なんかあれなんですよね、違うんですよ。なんかこう YouTube 見ながらクララワするとか、なんか何々しながら何々するしときたいんですよ。だから一つだとなんか暇になるっておかしいよね。なんかこう頭おかしいんちゃうんってなるんですけど、なんか一つ、そうアニメだけを見るとかだと、なんかあれなんですよ、アニメ別に見るんですけど、なんか暇になるんですよね。わかります？わかるかなこの気持ち。俺マジで共感者求めますわ今日の動画で。アニメだけ見てると暇になるんですよ。だからまあツイッター見ながらアニメ見るみたいな感じだよね。だから僕はそれの、マルチしながら YouTube でなんか見るみたいな、そんな感じですね。なんかでもそう聞くと僕すごいみたいになりますけど、まあ言うてあれっすけどね、多分10割10割の内容は入ってきてないですけどね。クラロワこう集中した時にクラロワ9割の YouTube はその瞬間ね、3、4割とかもう1、2割とかしか入ってないと思うんですけど、まあ言うてでも入って、なんか内容は入ってると思うんですけどね。まあなんかそんな感じで、基本的になんかながらでやってますね。というわけで弱虫ペダルっていう、なんか自転車競技部ですね。まあ部活のやつ読んでるんですけど、あれめちゃくちゃ面白いですね。なんか見ようと思わなかったんですけど、面白いと言われてたんで、まあ見たら面白いですね。普通なこと言ってますけど、なんか、主人公がいて、ライバルがいて、なんかもう一人悪役みたいなのがいるんですよ。なんすで、もう悪役もうざすぎて、もうマジでしかも気持ち悪いんですよ。なんか、なんで、なんかね、誰もが嫌いになるキャラなんですけど、なんかこう、ライバルと主人公と、そのね、悪役がこう、いい感じにね、最後、誰が1位、1着するかみたいなね、こう争うところで、なんか、あれなんですよね。あ、待って、これ、神フリーズ。お、来た、神フリーズ。やった？倒れましたね。強い。あるんですけど、なんかもうそういうところで、こうなんかいろんなね、その人の回想シーンとか今までの出来事のシーンが流れたりするじゃないですか。そしたらね、その人なんかね、もう、あれなんですよ。もうめちゃくちゃ悪役なんですよ。これまで悪役キャラで統一されてるのに、急にその人のなんか家族の出来事で、なんかもう多分父親がいないんですかね？いないのかわかんないんですけど、もう母親がなんか病気で入院してて、なんかそう小さい頃に、こう自転車でなんか母親を喜ばせてあげてたというか、こういじめられてたんですよね。でも自分には本当何もない、何もできないみたいないうところを自転車に出会って、自転車でなんかお母さんにこうね、1位になるとこを見せてあげるよみたいな感じで、こうなんか頑張って、そう1位になるんですけど、お母さん見て見てと言ってたんですけど、お母さんはそこやっぱそうね、うまくいかないもんなんですね。泣いちゃいそうですね。はい、っていうのシーンとかもね、あるんですけど、これ結構まあ中盤ぐらいのエピソードなんで、ネタバレ言うんじゃねえクソがって思った方はごめんなさい。よいしょ。で、ちょっと今3時、夜3時ぐらいなんで謎に元気ですね。はい、なんで、今日はこんなテンションでやっていきますね。まあ3戦目なので、よいしょ。まあ、これもパッキンガム宮殿、フリーのコウモリ来ますね。コウモリ来るの分かってる。もう俺は耐えてやば、こんだけ強くね。さっき勝ちたかったな。なんか、刺さる相手にボロクソ刺されますね、これ。なんかホバリングが神かっていうぐらい、痛そうですね。パッキンガム宮殿、てい。さあ、おじじいと言ったところで、相手は結構テンプレなロイフグか、マジアチャがマスケだってぐらいですよね。なんか有名なテンプレデッキにも、まあ勝てると言ったところで、やっぱ施設がないっていうので、相手今回クエイクだったんですけど、クエイクも腐ってましたね。あ、メガナイトロイクなんかすごい形ですね。ちょっと一回ゴレに負けたのね、悔しいですが、まあそんな感じで、はい、ちょっとね、皆さんもよければ使ってみてください。ワンチャンホバレベルなかったらマジアチャとかでもね、いいんじゃねと思いますね。はい、ワンチャンマジアチャでいいんじゃね、うん、変えてみよう。というわけで、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。